はようございます。うつむちです。今回の旅は、これまでなかなか訪れることの、なかった、東海地方の鉄道を巡り、東京駅へ向かう旅を、お届けします。関西在住の旅行客が、鉄道を用いて東京へ行く、手段といえば、ほとんどが新幹線。しかものぞみ号を利用することがほとんどでしょう。のぞみ号は、その目的が東京圏、名古屋、関西圏を結ぶ最高速列車であるため、登場以来静岡県に一つも、停車駅が設定されていません。さらには名古屋も停車だけ。そのため、途中下車しようと思わないと、東京へ行く道中に、愛知県や静岡県に立ち寄ることはないわけです。では在来線でゆっくり行くのか、ということになります。多くの鉄道旅実況では、格安18切符でこの区間を通過していますが、路線の総距離が長いためどうしても、時間がかかってしまいます。その上、多くの格安18切符使用者が、限られた地元の足である普通列車を、占拠するため、大変混み合うのです。うつむちもかつてはそのような旅を、したことがありますが、今ではそれを東海道で、行うほどの気力、体力、時間的余裕がなくなっているのです。そこで、今回の旅では、通常車券を利用することにしました。また、名古屋までは特に寄り道は検討していないため、実家から招待乗車券を提供してもらい、名古屋地区から JR の通常車券を利用します。この切符であれば、新幹線を乗りたいところで、特急券だけを購入すれば、早くて快適な新幹線を利用し、効率的な旅をすることが可能です。それでは、乗車時刻が近づいてきたようです。東海地方を巡り東京駅を目指す旅、いよいよスタートです。県都市線の普通電車で松井山手に到着しようとしています。この区間では IC カードを使用しています。この日はほとんど JR を利用しないため、特別な乗車券は購入せず、普段通りの旅となっています。やがてこの電車の終点、京田辺駅に到着。この駅から近鉄の駅へ乗り換えです。改札を出て左手の階段を通り、街中を歩くと、近鉄、新田辺駅に到着です。ここから、優待乗車券を利用し、こちらの天理行き、急行に乗車。というのは、この先に控える最大寺駅で、接続する奈良線で、停電が発生、遅れが発生することが分かったためです。この電車は平城駅付近で、信号待ち、予想通り、郡山駅到着が5分ほど遅れました。乗り換えの平畑駅では接続の、普通が待っていると言いますが、どうなるでしょうか。
乗り換えの平畑駅に到着。この急行は八木方面ホームから独立した天理行きのホームに到着するため、乗客の多くが降車、地下通路を大急ぎで乗り換え列車へ。結果的に停止でした。特急列車が後を追いかけていたため、その通過を待たなければなりませんでした。からは大阪線の電車に乗り換え、伊勢中川駅を目指します。しかし乗り換えなしで伊勢中川に到達する直近の列車が特急しかなかったため、それを待ちます。発車時刻が近づき、待っていた特急がなかなか来ない中、名古屋駅の特急が先着。12410系サニーカーです。反対側に到着したビスタカーとの違い、わかるでしょうか。リニューアル時期の違いにより、顔に違いが生まれています。こちらの方が名古屋には早く、着きますが、乗りません。乗車予定の特急が、伊勢島ライナーだったこともあります。お、ようやく到着です。方面の花形近鉄特急23000系伊勢島ライナーです。京都始発だったため、こちらも若干の遅れをもっての到着となりました。名古屋駅は伊勢島ライナーと接続を取り、先に発車していきます。この先伊勢中川で別れるまで停車駅が揃えられているため、この先は日本の特急が直行します。いよいよ発車。大阪線ホームに上がる前に、調達したお昼ご飯用の柿の葉寿司を少しいただきます。列車はこの先、関西圏から東海圏へ抜ける山越えの間へと進みます。Thank you.
急列車で約50分、伊勢中川駅に到着しました。列車はこの先、伊勢方面、賢島駅まで向かいますが、名古屋方面へはここで乗り換えです。さて、名古屋方面の列車ですが、発車表を見ると、急行の後に特急があります。これに乗ろうかと思いましたが、入線してきた急行の、運転士に名古屋駅への先着列車を、尋ねると、これに乗って、ずれ名阪港特急に、乗り換えてください。それに若松で向かいます。名阪港特急って、それ業務用語だろ、と思いつつ、急行に乗車し、津駅まで向かいます。車両は9000系。もともと奈良線で活躍していた車両でしたが、シリーズ21の大量増備を、きっかけに名古屋線にやってきたものです。これでいくらか旧型の置き換えは、行われたのですが、20年間、一般車両が申請投入されていない現状、どうにかならないんですかね。津駅に到着、運転士さんの言う通り、ここで下車し、見送ります。ちなみに、この後ろの車両は5200系、JR の221系や、311系、811系に影響を与えた、3ドア転換クロスシート、車両の先駆けとなった車両です。その特急列車の到着までの、時間はわずか、大急ぎで特急券を、購入します。やがて入店してきたこちらの、アーバンライナーに乗車、伊勢宮をノンストップで駆け抜けます。充当されるのでしょう。来年からはノンストップ特急は順次新型特急日の鳥に置き換えられ、より快適な旅を提供してくれることでしょう。その後は久しぶりに一般型の新車をどこでもいいですから投入してほしいですね。といったところで、動画が長くなりそうなのでここでお乗り換えとなります。しかしこの写真、松阪肉すき焼きとは食欲を誘いますね。
しかし高そう。この後は、名古屋近郊にあるあの博物館へ向かいます。後半をお楽しみに。それでは、ごきげんよう。